こんにちは。今日は北朝鮮に関する記事です。2020年の年頭行事に出席しなかった金正恩。どうやら調子が悪いようです。その関係でしょうか？叔父が北に呼び戻されたという記事です。最後までご覧いただけたら嬉しいです。31年間も海外にいた金正恩の叔父、金平一大使が本国に召喚された理由。金正恩委員長の叔父の金平一駐チェコ大使が最近、大使の任を解かれ、北朝鮮に帰国したようだ。金平一大使の離任説は今年4月頃から流れていたが、このほど、韓国の情報機関、国会情報院、国情院が確認し、国会情報委員会で報告したことで明らかとなった。金大使は今年65歳。異母系の子、金正日総書記よりも一回り年下である。兄は、金日成主席の前妻、金正淑の子であるが、弟は、5歳、金正恩との間の子である。兄よりも、父親、金日成主席にの金平日氏は、金日成総合大学で学び、卒業後、軍人になれとの父親の勧めもあって、金日成軍事総合大学で軍事を学んだ。参謀長育成家庭教育を修了し、歩兵指揮官として軍に勤務した後、27歳の時に、ユーゴ大使館に武官として派遣された。約2年間勤めた後、30歳で人民武力部作戦副局長に起用されるなど、軍人としての出世街道を歩んでいたが、1988年に突如、ハンガリーの大使に任命された。当時、まだ34歳の若さだった。金平一氏が、なぜ、軍服を脱がされ、海外に出されたのか？今もって謎とされている。若手将校の人気が高かったことから、軍における勢力拡大が、金正日後継体制確立への障害になるのを恐れ、外に出されたとも言われていたが、以後、ブルガリア、フィンランド、ポーランド大使を転々とし、2015年3月から、チェコの大使に就任していた。この間、一度も本国に召喚されたことはなく、大使をたらい回しされ、現在に至るまで、延べ31年にわたって海外生活を強いられた。甥の金正恩委員長が政権基盤を確立した2015年7月に平壌で開かれた大使会議に出席のため一時帰国したが、会議終了後に大使ら外交官全員が金委員長と一緒に収まった記念写真を見ると、金平一大使は同じように帰国することになった異母姉、金キュンジンの夫、金カンソプ駐ハンガリー大使と共に2列目の左隅に立たされていた。すでに権力の中心から外されていることは誰の目にも明らかだ。中中国大使やソ連大使、あるいは国連大使らが揃って、党中央委員128人、あるいは党中央委員候補106人に選ばれているのに、偉大なる首領様、金日成主席の息子が選出されてないことが、そのことを物語っている。金平一氏が帰国後、新たなポストに就くのか、それとも、夫、チャン・ソンテク元党行政部長の処刑後、すべての地位を解かれ、66歳で隠居生活を強いられた義士、金元日と同じ道をたどるのかは定かではないが、北朝鮮の権力構造上、おそらく、金正恩委員長の実家、金正日氏同様に表に出てくることはなさそうだ。性格的には内向的で、華やかなところに出るのを好まず、ブルガリア大使時代に、現地の新聞、トルードのインタビューに応じたのを含め、海外メディアとのインタビューは、過去にたった2度しかない、目立つこともなく、ひっそりと暮らしていた金平一氏が、なぜ、31年にわたる大使の任を解かれ、本国に召喚されたのか？これまた謎である。韓国国内の北朝鮮ウォッチャーの間では、左門、粛清するため、金正恩のライバルではないため、金正恩体制の安定を誇示するため、身内が少ないため、相談相手になってもらうため、重責に登用するためなど、様々な説が流れているが、帰国の背景には、金平一大使が、北朝鮮要人らの亡命を画策している闇組織自由朝鮮の標的にされていることと無関係ではなさそうだ。自由朝鮮は今年2月にスペイン駐在の北朝鮮大使館を襲撃したことで知られている打倒金正恩政権の闇組織である。スペイン警察当局の捜査で銃やナイフなどで武装し大使館に押し入り、大使館員らを縛り上げ、頭から頭巾をかぶせ、首筋にモデルガンを突きつけ、西側の国に亡命しろと亡命を強要していたことが明らかになっている。誘引、懐柔、脅迫などを労使、海外駐在の北朝鮮外交官や貿易関係者に亡命を促すことも辞さない自由朝鮮の前身は、2017年2月に起きた金正男殺害事件に絡み、息子のハンソル氏をマカオから緊急脱出させたことでその名を轟かせた脱北者救出団体のチョレリマ防衛である。金正男氏は
殺害される1週間前にマレーシアに入り、ランカウイ島のホテルで韓国系 CIA 要員から情報提供の見返りとして多額の現金を受け取っていた。スペイン大使館襲撃事件のリーダーであるホンちゃんも事件前に CIA と接触していた。米 CIA の庇護の下、ホンちゃんが亡命政府の樹立を計画し、数回にわたってキム・ジョンナム氏に接触し、北朝鮮を見限って亡命政府の主犯になるよう説得していたことは周知の事実である。キム体制を揺さぶる心理作戦を展開している米 CIA はこれまで情報価値のある北朝鮮の大物 VIP の亡命にはほぼ関与してきた。キム・ジョンイル総書記の甥イハニョンの亡命、1982年キム・ジョンナム氏の母ソン・ヘリムとその姉ソン・エラの亡命騒動、1996年、さらにはキム・ジョンウン委員長の叔母コ・ヨンジュア夫婦の亡命、1998年はロイヤルファミリーの亡命だけに北朝鮮に与えた衝撃は半端ではなかった。これ以外にもチャン・スンギル駐エジプト大使の亡命、1997年にも絡み、キム・ジョンウン政権を真っ向批判しているテ・ヨンホ元駐英北朝鮮公使の3年前の韓国亡命でもガーディアンやサンデーエクスプレスなどの報道で CIA が手助けをしたことが確認されている。ホンちゃんがキム・ジョンナム氏を亡命政府の主犯に擁立しようと再三アプローチしていたこと、またキム・ジョンナム氏が殺害された直後に保護した息子をその後釜に据えようとしているのは、臨時政府であれ亡命政府であれその正当性をアピールするには金一族の DNA を継承している人物がふさわしいと考えていることに尽きる。中スペイン北朝鮮大使館を襲撃した自由朝鮮は3月31日付のウェブサイトに新たな声明を載せ、我々は今大きなことを準備している、その時まで暴風前夜の沈黙を守ると引き続き新たな行動を起こすことを予告していた。こうしたことからキム・ビョンエル大使が狙われていたとしても不思議ではない。実際に海外にある北朝鮮の大使館をめぐっては不穏な動きが起きている。例えば今年4月29日に何者かがキム・ジョンイル総書記の側近だったキム・ヨンスン党書記、03年死去の子息であるキム・ピョル中国連大使が居住している建物に侵入し小包を置いていく事件が発生している。小包には脅迫の手紙とアルコール入りの小瓶2本、それに大使が利用する駐車場を写した写真3枚が入っていた。写真の裏には X の文字が表示されていたが、手紙には我々の秘密連絡員を通じてある団体と協力すること、協力に応じなければ身を保証しないと書かれていたとのことである。6月13日にも大使級高位関係者の安全が脅かされる事件が起きている。国連駐在の北朝鮮大使館はニューヨーク警察に被害届を出す一方で、国連本部にも書簡で大使館の警備と大使館員の警護強化を求めていたが、キム・ビョンイル大使やイボ姉キム・キュンジンの夫キム・カンソプ駐ハンガリー大使の帰国は自由朝鮮など海外で暗躍する反北朝鮮組織の迫りつつある魔の手から逃れるための予防策なのかもしれない。記事は以上です。ある情報によると、北朝鮮内におけるキム・ジョンウン氏に対する暗殺未遂が毎年起こっているそうです。これに対する措置で粛清を繰り返してきましたが、それでも封じ込めることができず、キム・ジョンウンは精神的に追い詰められていて、妹以外誰も信じれず暴飲暴食の日々を送っていたとのことです。そういった暗殺を企む組織が北朝鮮の中に存在していたようで、これは大変興味深い内容です。2019年の年末年始の会議は素人目からしてもバレる影武者さんが参加しています。少なくとも3名くらいいたのではという話です。首脳会談や年頭の辞は影武者でなく本人がやるわけで、現在は公の場に出れない状態であると考えられます。キム・ジョンウンがすでに大変な状態なのではないかという推測も出ています。南は北の思想の大統領と青瓦台ですが、北は革命が起こり民主化する、そんなことが近い将来あり得るのでしょうか。今後も朝鮮半島から目が離せませんね。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。またね。